入るから。あれよりまだ右行かないと。フェード素晴らしいね。僕も決めました。これ7番だね。360ぐらいだ。パー4。ちょっとこのバンカー入っちゃった。コンクリート固めちゃって、なんでこんなとこに使わせるの。拭いてたよ、これ。あ、拭いてた、うん、一応気をつけてください。はい。わあ、バンカーバンカーこれ無理。キャリーで行ったら飛んでこれやば。またバンカーこれやばい。これダメや。ダメだ。これが噂の11ホールやね。11ホール。うまい。100点。バーディー。やば。入る。うわ。欲しい。危険っすね。危険です。無理やろ。お前こっから来たやろ。これ無理やわ。危険。お前、前下がりですよね。前下がりです。コンクリやってるんですか。コンクリやってる。これコンクリート攻撃やな。当ててる。本当に当てるんですか。当てる。どっち当てるか分からない。砂固めてるんですかね。砂っぽいですね。砂を固めてるんですか。よっぽどライがいいとこいかんとね。このバンカーのセカンドうまくなかった。うまくね。70何ヤード。やったよね、一回生まれた時も。はい、めちゃくちゃうまかったです。ワンウッドでヘアウェイの左サイド完璧やけどな。5番ウッド。前半の後半の方になってきて、はい、ある程度コースも見てきて、はい、まあ、ここが過去に2回日本オープン開催されてるんですよ、うん、でもやっぱここはもう名門かつ、まあ、最難関と言われても、うん、いつも過言ではないぐらいのコースでして、はい、そういう風に有名な難しいってとても有名なんですよ、はい、でもどういう印象を持ってますか。ラフ入れたらボギーは仕方ないかなみたいな。カメさんがちょっと見捨て、もうここに来ちゃいますからね。まんないっすね。まんない。もう手前のバンカー入ってくれラッキーかな。うまっ。このライからね、あんな曲げれます。打ち出しこっちですからね。打ち出しがこっち、グリーンは曲げすぎですよね。すごいな。で、このタオル、この林の方向向いちゃってる感じで、それでグリーンの左まで回しました。半端ないです。ラフってあんな曲がるっけ。ラフ
確かに中だんだん曲がるところだっけ。ね、あるじゃん俺らもたまに、あやべ曲がっちゃった、うん、曲げるつもりないのにま、うん、っすぐ打ったとしたら曲がっちゃったあれだよね。なんなんですかねこのコースは。絶対奥にバンカーあるし。確かに。もしかしたらあのピンに対して反対側の面に乗せるよりもあのショートサイドのラフの方が簡単かもしれないですね。このグリーン、ワンチャンがあってロングパッドグリーン出る可能性ありますよ。あるあるある。それよりだからいかに上りのところにつけられるかですよ。アプローチもパターン変になんか上って下ってスライスでフックでみたいな。その時はタッチが分かんない。これコウメさんのパパと、じゃない。さすが。あそこからこれですかね。違ったら多分。こんくらいでいいんです。こんくらいで。いや、おると思う。結構おると思う。頑張って、ワンバーディーするごめん。最終ホール、ほんとラフトフェアウェイで運でるかね。もうまだ動いてる。すぐ帯、これもうポーン、絶対帯。うん、バンカーの顎がね、ないみたいな。なんかさ、すごい。あんな音出せん、あのラフから。マン開き。これがバンカー入るんじゃない？ほら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 。本当に？あと思った。ギリ止まりました。去年どう違う？ああマジっすか。去年優勝15アンダーでしたっけ？14アンダーでしたっけ？うん、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。どうですかこのコースは。難しいですね。ただひたすらそれだけ。さっきいかにフェアウェイを置いてグリーンに乗せるか、それだけです。けどすごいフェアウェイも狭くてアンジュレーションもあるイメージがあるんですけど、うん、イメージっていうかあるね。あれ落としフェアウェイ落ちても落としどころによっちゃラフ行っちゃったりとかしますよね。そうですね。8番ホールなんかもまさしくその通りで、
からそれをいかにフェアウェイを置いてグリーンに乗せるか、まあ、みんな同じ条件だから文句は言えないけど、それを我慢強くやっていくしかないなっていう感じ、うん、もうバーディー取れるって本当よっぽどついてないと取れないから、まあボギー打たないように、はいはい、まあ、ボギー打つところは仕方ないからもうダボ打たないようにとかいう感じかな。で我慢強く回って4日間回るってどうかなって感じもう行くときは行くしかないし、ね、守るときは守るしかない、もう本当全ホールメリハリをつけないといけないのかなって思います。まあ難しいんで、ですね、ぼちぼち頑張ります、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。よし、はい、ショットさん、そうっすね、やっぱりフェアウェイに落としてグリーンになって、まあ、それ耐えながら4日間頑張っていきたいと思います。頑張ってください。ありがとうございます。え、何するんですか、4日間4日間何するの、どこで、どこで練習かな、あ、練習料理ちょっとうまいぐらい。ああ、うん。わかる。うん。そんな感じするんです。だよな。シャルグッズショップ、今回の大会の目玉の商品をね、見ていきたいと思いますよ。行きましょう。はい、今年のジャパンオープンのキャディバッグです。女子オープン、ジャパンオープン、シニアオープン、あら、こっちも得意ね、はい、これとこれと JGA のコラボ、うん、すごくないですかこれ、うん、今までやった年を3回目だから。これいいじゃないですか。カップ。あ、練習の。あの、たまにあるじゃないですか。なんでカップねえじゃねえかよみたいな、あの刺さってるやつだけみたいな。そういう時にこれポーンと置いといて、こんな感じで。ポーンと置いといて、そこで目がけてパターをするみたいな練習にもなる。これはいいっすよ。うまいね。何が？紹介が。紹介が？うん。これメモカバー。あ、これちょっと普通にかっこいい。これあの。ヤーテージブックとか入れるメモカバーなんですけど、ツアーでみんながモティグランドとかやってて、ね、みたいなやつですこれ小物入れ、T 入れみたいな感じですよね。パターカバー、パターカバーがマレットタイプとピンタイプ、カートバッグ、はい、これいいね、全部合ってるから、これの中にこれ入れて、あとこれ入れてみたいな、何でも組み合わせができる。これいいじゃないですか、ピンフラッグ。今回大会はピンフラッグ、あのペンもついてるから選手にちょっとサイン書いてくださいって言えば、観戦する人が、あ、俺見てる、品だね。165度の方でもこれで195センチになれるんでね、まあ、大体の人よりは上から見れますよ。そうね、でちょっと疲れたらこう座っちゃったりとかもできるんで、観戦長いから、お名前無料で作業時間約1時間で、これかっこいいっすね、これジャパンオープンでの、もうかっこいい、あのここでしか買えないサインボールケース、あの石川遼君サインボールとかも、はい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 、はい、はい、それはちょっとレアですよね、うん、こんなことやってくれる大会ってまあないですよね。あと女子オープン、女子オープン、はい、シニアオープン、 JGA の3大会で、で俺ね、これね2016年かな、千葉館の梅里でやった時に僕見に行って、はい、さっき買いました。これチップマーカーのかっこよくないですか。ゴルフ場のやつ刺してるよりもちょっとスッていいよね、これいいよね、これいいですよね、いい、本当におすすめ、うん、これね、これ T も入れられるし、うん、ティッシュとかも入れられる、これキャディバッグにぶら下げておけるから結構これなんだかんだ便利、ボール入れんの、ボールも入れられるし、もうほんとちっちゃいものだったら何でも入れられるみたいな。これね、今年のニュータイプで、これトロフィー、日本オープンのトロフィーをモチーフにしてて、今回3大会目だからここに3つ刻印してあるんです。似合うじゃん、どうすか、いや、いいよ、似合うね、いいっすか、買おうかな、ほんとに。これでもどうせ来たから俺なんか買いたいなってすげえ思ってたんですよ。ほんと色違い仲良く、僕らこれ買います今から。ちょっと
ことですね。これかぶってちょっと観戦しちゃおうかな、俺も。ちょっとフード&ドリンク、はい、焼肉屋さんの唐揚げ弁当、うまそう。やばい、たこ焼きセット、柏おにぎり。柏おにぎりって福岡有名なんですかね。有名です。柏って何ですか。鳥です。鳥。はい。え、おいしそう、炊き込みご飯みたいな。そうです。やべえ、めっちゃ迷う。俺炊き込みご飯大好きなんです。生ビール来たよ。来ましたね。来ました。ハイボール、ローストビーフ丼、サイコロステーキ丼、手羽中。お疲れ。お疲れ様です。はい、僕はお茶ですからね。ローストビーフ丼。うん、かー、ローストビーフ丼、まあ、そうだね、これね。とても美味しいです。どうぞ、行ってください。唐揚げですか。唐揚げ大正解。でも作ってからしばらく経ってんだと思うんだけど、まだサクサクしてて、中もまだジューシーで、冷めててもうまい。もっとこれ、あったかかったらもっとうまい。スタート。スタートです。チゲラ。違う。肉部さんにとって、はい、あの、日本オープンとはどんな大会ですか。日本オープンとは、まあ、日本の冠がついてるだけあって、まあ、一番大事なメジャーでもあるんで、まあ、何が何でも優勝したい試合ではあります。ありがとうございました。今週調子はどうですか。今週調子はいいんですけど、コースが練習ラウンドしたらちょっと、まあ、過去一番難しいんで、まあ、今年のツアー一番カットラインが悪くて2オーバーとか、カットライン予選カットだったんだけど、まあ多分10オーバーぐらいいくかなっていうような感じですね。けどシシドヒルズもすごいタフなセッティングでやるじゃないですか。難しいね。自分の気持ち的にもやっぱ変わった部分はあるんですか。まあ、あの、初優勝したっていうことで、まあ、あの、複数年のシードとかもいろいろあって、気持ち的にも、あの、今まではちょっと消極的に守りのゴルフだったところが少し攻めれるっていうところはあったりするね。なんか僕の勝手な個人的な見たコース見た感じだと、すごい三雲さんとか超向いてるんじゃないかなと思うんですけど。そう、まあ、飛ぶ選手かやっぱ曲がらない選手って、もうどっちかだね、はい、あの、11年前に片山さんが優勝した時に、優勝争いは石川遼君と片山慎吾さんが優勝争いしてて、まあ、片山全部ドライバーで近くまで行ってラフからでも寄せて、あの、優勝争いしてる遼君と、ドライバーを抜いて全部ヘアウェイから打って、そこで優勝した片山さんと、だからもう本当に同じコースだけどプレースタイルが大きく分かれるようなコースかなって思います。ありがとうございます。失礼した。失礼した。お疲れ様です。お疲れ様です。お名前を。日本大学の植木翔太です。よろしくお願いします。で、今回は最終予選から。そうです。最終予選いくつで通ったの。65で通りました。65で通ったの。え、ワンデーなの。そうです。6アンダー。パー71だった。はい。うまいね。高校の時から知ってるんですけど、今回意気込みは。まあ、予選通過して4日間できるように頑張りたいと思います。ってことです。応援してあげてください。可愛いんで。お願いします。お疲れ様です。いやー、どうでしたか今日。いや、コースめっちゃむずいね。めちゃくちゃ難しいっすね。 あの孔明さんがあれだけ苦戦してんだったんで。アンダーパー出る気しないね。出る気しない、みんな言ってたもんね、うん、これはだいぶ見応えありますよね、はい。この日本オープンは10月17日から10月20日まで福岡県古賀ゴルフクラブにて開催されます。会場に足を運べない方はテレビでも観戦できます。ぜひお楽しみにしてください。楽しみね。ということで皆さん、また会いましょう。ショータイムでもリンゴルフでも会いましょう、はい。